さっちゃんのミュージックフォーピース。ようこそお越しくださいました。さっちゃんのミュージックフォーピース始まりました。いやーもう体痛くてね私ちょっとね今日ね一生懸命立ってやろうかなと思ったんだけど自分の自己免疫疾患の方でちょっと内臓やら関節やら痛くてすいません杖持ってますちょっとまっすぐ立てないので杖の力借りてます。ちょっとね最近思うことがあって電車とか乗るときやっぱり若いからちょっと抵抗あったんですよ杖とか。でもその病気とかってなんだろうな外見とかでわからないものじゃないですか。そうだから最近思う あえてその自分の病気をこうひた隠しにするよりもまあ自然な形で出してもいいのかなと思って、うん、今日ちょっとオープニングでそんなメッセージも込めて、まあ、無理してもしょうがないそうですよね。この番組の愛と笑顔の音楽の伝道師、総合 MC です。さっちゃんです。よろしくお願いします。そして、アシスタントを務めさせていただきます伊勢と申します。よろしくお願いします。はい。この番組は在宅医療専門の桑野クリニックと秋田料理伊勢屋さんの提供にて千住ハウス7階 CM スタジオで公開生放送でお届けしております。はい。番組ではメッセージをお待ちしております。千住@cwave.jp センジュアットマークシュウェーブドット JP までどしどしメール送ってください。よろしくお願いします。はい待ってます。いやー伊勢さん、はいはい、なんか可愛いの着てるけどそうですねうん、これはマトリョシカってロシアのあロシアのね、はいうんうん、パカパカ開く中にちっちゃいのが入ってる開けてもなんか人形が出てくるっていう、はい、のエプロンってことで、うん、最近これちょっと借り物で借り物なんですか。ゆきさんという方から借りてるロシア人の子が桶川の、マルシェかなんかで出してて、はい、それを買った、うんはい、そうなんですか、はい、秋田料理でロシア。そうですねちょっと関係ないですけどでもこれ、はい、今作って、うん売ってお金持ちになろうかなと販売も考えてるんですね、はい、そうですあそのなんとかさん借りてる方が作っていただいて、ね、ゆきさんと一緒に、うんなかなかインパクトありますね。そうですねかなりこれ着て街を歩くとあ、それは、はい、それ罰ゲームですよねドンキとか歩くと結構ねうん、視線が痛い人だみたいなどんなお店って秋田料理って誰も想像つかない。最近でも毎日これ着てるだんだん、うんうん、みんな慣れてきたみたいでいや私もねほら子供ショーのお姉さんをしていたので、ね、過去いろんな格好をしたんですけどもさすがにねはい、ちょっとキャラクターが濃い時は、はいまあいろいろ決まりでそのコート着て隠しなさいとかいろいろ言われるんですけど、はい、やっぱ恥ずかしいですよね。恥ずかしいですね。でももう毎日着てるとだんだん着てないとこうそわそわするみたいな。最近ねフェイスブックのね、はい、ライブ配信でも、はい、あまたこのエプロンだみたいな。はい毎日やって。なんか秋田料理よりそのロシアのエプロンの方がね。はい。秋田も大事ですけどロシアも大事。まあそれで覚えてもらえる。はい、そのうちロシア料理もちょっと。あそうですね。ね。いいですね。はい。うん美味しいですよねボルシチとかね。わかりました。はい。はい、楽しみにしてます。わかりました。で今日はね私カラオケで歌ってた方をお呼びしちゃったすごいそうなんです神崎真希さんっていうね、はい、お名前でデビューされて今ミッキー T さんという名前で活動されてるんですけども今日ファンの方、ね、たくさんいらっしゃってますどうもありがとうございます。それでは早速なのでお呼びしましょうミッキー T さんどうぞお越しください。こんにちは。今日どうもありがとうございます。楽しみにしてますのでありがとうございます。はい、それではですねこの今日バンドメンバーの方もねどうもありがとうございます。ライブの方お楽しみください。ようこそいらっしゃいました。では12年に発表しましたアルバムの中から、
一曲まずお送りいたします。夜明け。言葉にできないほどの悲しみをどうして乗り越えよう。繰り返し感をどうすればいい。一人の力はちっぽけだけど、集めたなら
ありがとうございます。12年に発表したアルバムのあなたへというタイトルのアルバムなんですけれども、そこに入ってる曲でこの夜明けというのは、3月あの12年の311の11年ですね、11年の311のあと316に私自分のライブが入っていまして、それですごくやろうかやる前か迷ってどうしようと思ったんですが、もう予約も入れていただいてるしというので、やるにあたってこれは何か自分ができることしなきゃいけないなと思って書いた曲です。で、今日はですね、さっちゃんから今日のお話をいただいたときに、先ほどねカラオケというお話が出ましたけれども、神崎真希という名前がね出ましたが、神崎真希のぜひグッデイ ING をっていう、私にとってはものすごいこうプレッシャーの大きいのをいただきまして、リクエストをいただきましたので、で無理だと思ったんです。最初やめよう、それは無理だな、できないと思って、もう神崎真希のグッデイ ING 的なっていうやつはあまりもうずっと何十年もやってないので、どうしようかなと思ったんですけど、ちょっとぐらいならできるかもしれないという運びになりまして、ちょっとやってみようかなみたいな、グッデイ ING ワンコーラスだけです。めっちゃ恥ずかしいっすなこれね。いやもうだってこれ歌うのきっと人前でやかましいもん、やかましい人は本当にうるさいわ。歌うの20年ぶりぐらいだと思いますね、人前で。そうですね、今日なんかお客さんがこういう感じですか、いつもお客さんっていうのは。あ、こう割とね、レスが早いお客様さんですね、今日はね。ありがとうございます、毎度。では、ちょっと、で、その、グッデイ ING がちゃんと多分フルではできないかなと思って、神崎真希時代の曲で、ちょっと一曲、では、その時から、今に至るまでずっと、大好きで歌い続けてる曲があるので、それを今度はフルでお届けしたいと思います。歌に乗せて。自分。
ありがとうございます。お時間の方がですねだいぶ迫ってまいりまして、もう2曲やれるかなと思ってたんですけど多分ちょっと、ね、1曲しかできないのでいや大丈夫です。いやあの多分大丈夫じゃないんで、はい、1曲はピアノ1本での本当にこ大人の恋の歌みたいなやつで恋しくてっていう曲とあともう一曲はまあまあちょっとテンポのあるやつでソーロングっていう曲があるんですけどどっちがいいですか。早くしてすいません生放送なんで早くしてもらっていいですか。ここなんでこんな時はリアクション遅いかな。喋んなくて喋ってほしいって思ってないところでボンボン来るくせに両方欲しいとか言わない。そうですか、行ってみますか。じゃあとりあえずソーロングやって考えましょう。今日ね唯一の立ち歌ですから、あ、じゃあ、ね、唯2だった。グッドエナジーがありましたけどね。ワン、ツー、スリー、エイ。締め付けくれてく
大島哲也、はい、皆さんにご挨拶して帰ってください。ありがとうございました。普通か。大丈夫ですよ。失礼。では最後にアルバム、これもアルバムの中に入っている曲です。恋しくてという曲をお送りしてライブは終わりにします。
じゃなくたっていいと思っても見るのに他の誰といても本当じゃない良い闇に囚われては人恋しだけ明日になればつまらないこととは答えいただいてすごく嬉しかったです。いえいえ、お答えになったかどうかがわからないんですけど、いやもうね嬉しかったですね。なんか皆さんも喜んでたし、なかなか聞けないけど、そうですね、本当そこはどうもありがとうございます。ありがとうございました。ではちょっとですねブレイクに私のさっちゃんとみんなのお歌の中から一曲ピースを挟ませていただいて後半トークもお楽しみいただきます。ありがとうございます。
はい、アルバムさっちゃんとみんなのお歌の中からピースをお届けいたしました。さてここで CM いきますね。豊敷、柏市豊敷にあります在宅医療専門の桑野クリニックをご紹介いたします。病院やお医者さんが嫌い、通いたくても通えない、でも医療が必要な方々のためにある在宅医療専門のクリニックです。患者さんのためにあるならノーと言わない医療を目指して日々頑張っているそうです。お問い合わせはですね 047-189-7715 までよろしくお願いします。ですね、ぜひですね、柏市方面の方、在宅医療必要の方ね、結構いらっしゃると思うので覚えててくだされば嬉しいです。もし電話番号とかわからなくなりましたら、さっちゃん事務局までお問い合わせください。すごくね、優しくて患者さん思いの院長ですので、私さっちゃんからの推薦です。よろしくお願いします。そして伊勢さんお願いします。はい、春日部市にあります秋田料理伊勢屋です。最寄り駅は豊原駅アーバンパークラインですね、やってみました。東武線の、豊原駅というところにあります秋田料理のお店です。でライブとかもやってまして、イベントなんかもやっております。通常営業の他に結構面白いことをやってますので、何かですね、居酒屋、お店を使ってやってみたいという、なんか企画とかをですね持ってきていただければ一緒にやっていきたいなと思っています。普通の居酒屋と、ちょっと違いますよっていうところで。だいぶ違いますね。そうですね、変態なお店だと思います。なんかすごい納得したようなお客様の目よく来てくれる。あ、常連さんなんですか。そうです。あ、常連さんが笑ってるってことはその通りだって。古からの付き合い。別にノーマルの方も大丈夫ですよね。あ、もうそういう変態とまたちょっと。どうでもいいです。お料理はちゃんと秋田料理中心に。そうですね。もしかしたら今後ロシア料理も。そうですね。ロシア料理もこれを機にやるかもしれないです。はい、楽しみです。はい、まだ一回も行けてないんですけど、はい、私がやってるラジオでね、越谷FM で試食や、やりまして、これがまた、馬刺しと、うん、あとギバサ。とイベリコ。はい、なんだっけ。なんだっけ、なんだっけ。なんでしたっけ、なんだっけ。なんだっけ、イブリガッ。あ、そうだ。はい、イブリガッツ秋田の。美味しかったですよ。はい、おすすめです、はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。あれですか、検索すれば出てきますか。そうですね。伊勢神宮の伊勢にひらがなで伊勢屋で検索すると、Facebook ページか何か出てきますので、チェックしてみてください。これも分かんなくなってたら、さっちゃん事務局までお問い合わせください。はい、ご案内いたしますので。そして私さっちゃんからのお知らせです。いつも皆さん応援ありがとうございます。私さっちゃんはそれは10個の病気を抱えながらたくさんの入退院を繰り返して、去年は5回、今年は1回入院してしまったんですけど、入院先から外出許可をもらいね、Cウェーブのこの放送をねしてたりした状況で、今ですね、治療の可能性がちょっと難しいよって去年の今頃主治医の方から言われまして、じゃあどうしようってことで、保険外の今治験の細菌移植という移植治療を申し込みました。またこれがなかなか条件厳しくて、まだ治験なので回ってくるかもわからないし、回ってきたとしても2浸透までと決まりがあったりとか、そしてまた自費なので保険効かないので、新車が買えちゃうぐらいのお値段もするという、なんかでもそんな中だけど、今の治療法だと元気になれるかもわからないような状況で、今すごく不安定な中にいるんですけど、でもこんな状況は打破したいと、よし、それならみんなの愛によって生まれたさっちゃんとみんなの歌、これを2000人に届ければちょうど移植費用にもなるし、それだけそのくらいの応援があればきっと神様助けてくれるだろうと。もちろん今も助けてくれるのは分かるんですけど、そんな祈り願いの中から今さっちゃんとみんなの歌2000人に届けたいと活動しております。もしですね、応援してくださる方はさっちゃん事務局までご連絡くださるか、今日 CA 部放送終わった後とかお声掛けください。いつでもこちら持ち歩いてて、今2000円で販売されてますので、買ってあげてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。
さて、それではですね、また再びお話を伺いたいと思います。本日のゲスト、ミッキー T さん、どうぞお越しください。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。改めて素敵なライブありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございます、ね、こっちあの私たち、ね、その横で、あのおーとか言われたからすごかったすごかったね、はい、でまたね、あのリクエストにお答えいただいて、グッド ING、どうもありがとうございます。いや、まあ、お粗末様でございます。いや、なんだろう、あの当時のすごく明るく可愛く元気なマキさんと今の母になられたすごい包容力のある丸さが加わって、また違う楽しみ方させていただきます。お上手ですね、おしゃり方がお上手です。そう、若くて可愛かった神崎真希からね、大人の女性で母としての愛のどうでしょうかね。いや、それは分かります。包容力があったよ。どうですかね、それは。いや、もう本当に、いや、それはすごい感じましたよ。あ、お母さんされてるんだなっていうのが分かる。いや、そんなにされてないな。ありがとうございます。ありがとうございます。で、経歴がすごいです。なんと幼少期 NHK の合唱団。そうです、そうです。え、これおいくつの時なんですか。それは、いくつだったかな。前世全然え、それはないです。生まれてますから、あの、まあでも一桁です。一桁です、一桁も一桁もっていう感じですね、そちらでテレビとかレコーディングともうプロとしてのキャリアをスタートされて、はい、でそれがまた驚いたことに、もう中学時代からジャズ。はいはい、ちょっと、あの合唱が嫌だったの、嫌になってソロでやりたいのにって思って、それで、ジャズクラブのジャズバーとかの、あのジャズバンドにのセッションにお味噌で出していただいてましたね。いや、もうこれお小遣いいっぱいもらえたんじゃないですか。最初にもらったの5000円です。いや、5000円も2曲歌って5000円だったんで、今考えるとなかなかいいですね。すごいいいですよ。その時はこう相場がわからないので、ありがもうとにかく、まあ、中学生ですから5000円もらったら嬉しいですよね。嬉しいですよ、めっちゃ嬉しかったです。でジャズも歌われて、その時もコーラスのアレンジとかもいろいろ活動をもうすでに、もう、はいはい、言うなれば10代のお子様と言われるぐらいの年齢の頃から。そうですね、すごいですよね。そうです。でアメリカに行かれると。はいはい、アメリカ。でもアメリカ行ったって言ってもなんかこうすごいことで行ったわけではなく、とりあえず日本にいるのが嫌で、まあ、逃げたかったですかね。でそれはなぜ日本に。逃亡です、逃亡。日本にいてもなんかこう、まあ、私がやりたいことと時代のニーズがちょっと違うんですね、いつも、はい、私がこううまくやっていくことがなかなかできないタイプでして、今はこれだなみたいに思ってるのが完全にいらないやつみたいなね、な流れなんですよ、ずっと人生的に。割とオーディションとかも中学生ぐらいの時受けまくったんですけど、その頃シンガーソングライターとか全くいらないよみたいに言われてて、どっちかといえば桃江ちゃんみたいなのが欲しいんだよみたいな感じで、その時は私バリバリに弾き語りでシンガーソングライターだと思うんですから、はい、そういう子供いらないみたいな興味ないみたいな感じで、やっぱり何でしょう、当時としてはまあ割とその商業ベースになるような人を求めて、まあ、いい、どの時代でもそうだと思います。でやっぱりそのニーズに合ったものを提供していくか、変わらず自分がやることをやるべきことをやっていって、その時その時のそれを求めてくださる方にいらしていただくか、どっちかしかできないと思うんですよね。で私はまあ後者だったのかなみたいな。やっぱ苦しいですよね、自分のこう歌いたい音楽と違う方向を求められてそれをやらなきゃいけないっていうのは。それはできないですね。できないです。そうですね、できる人もいるんだと思います。あのまだ己が何者かもわからない感じの時って、そういうこともどんどんやったらいいと思うんですよね。思うんですけど、私は小さい時からものすごいクソ生意気で自分がプロだっていうことをものすごく意識していたので、もうこういう子供だと思いますからそのなんか自分の思っていることとやりたいことと違うことはやれないなっていうのはすごく強く、なかなかこううまくいかなかったですね。でアメリカに逃げたんです。
どうでした、アメリカに行って。でも最初から英語が喋ったわけじゃない。喋れました。日本で、そっか、はい、外国のクラブで。そうですね、それはそうですね、で、まあびっくりしました。とりあえずまだその今みたいにすごい綺麗になってクリーンになった、なっているところではなかったので、衝撃でしたね、カルチャーショック的には。でも楽しかった、とにかく楽しかったです。いや、日本とねかなり違うと思うんですよ、はい、実力社会でだと思うし、はい、まあ、私の音楽をやってた友人がやっぱり人種差別にもあって、結局音楽とは違う方向に今進んでしまっているんですけど、なんと。そうなんです、バックリー出ておきながら。あら、まあそれは残念ですね。音楽教師その後やって、ちょっと人種差別で負けて。そうなんですか、日本の方ですか。今ドクターしてますけど。日本の方、日本人で今アメリカドクターしてますね。そうです、バックリー出て音楽教師やってドクターみたいな。でもそれだけやっぱりその方がすごい気がしますけど、でもどっちかって言ったらその経緯でドクターになれるっていうことがもう素晴らしいと思いますけど。アメリカドクターになるには大学4年間行ってから医大なんですよね。はいはいはい、だからとりなんか行かなきゃいけないわけです。なるほど。まあでも彼の場合はそこから音楽ができなかったんです、人種差別とかいろいろ迷いが。なるほどね、うん、なんか人種差別っていうのもね、でもアメリカにおける人種差別って居場所にもよると思います、全然それを感じさせないところもありますし、確かにまあ感じるところもあります、で私なんか住んでいたところとかは、白人の友達はちょっとここから先は入れないから送れないって言われるようなところに、ちょっと危ないところにも住んでたので、よくわかります。その中、自分の居場所とかどうやって見つけていったんですか。すごく興味が湧くんです。そういう自分の居場所ですか、ね、全くほら単身で渡られたわけですよね、はい、10代で、はい、それは、まあ、楽しめるところというか、ごめんなさい、10代の時は間に入ってくれて、一応、身元を預かってくれる人はいたんです、はい、でその人のところから友達作ってシェアハウスみたいなところに入ってみたいな感じでしたね。でも居場所を見つけるってそんなに大変ですか。すごいですね、その言葉が出るって。やっぱり天性のものがあるんですよね。どうでしょうか、音楽性だけでなく。どうでしょうか、私のように本当にどう思われても結構構わないと思っていたんです、若い時は。今は気にしてますけど、すごくもう人の目ばかりを気にしながらいたんですけども。でも、昔やっぱ若くて、なんですかね、自分が責任を持たなきゃいけない家族とかもなくて、の頃って別に自分が自分でやればいいと考えれば、考えられればどこでもいいんじゃないですか、世界中どこだっていいんじゃないですか、すごい納得されてますけど、かっこいいですよね。だって若い時しかそれできないじゃないですか、で今あの時こうしてたらっていうのたくさんあります。だから逆にそれでもあるんです。はい、でも嫌なやつになってたでしょうね、そうやってそのまま生きてたら今頃と思うので、まあこれで良かったかなとも思うんですけれどもね。素晴らしい。そのね、思考転換というか素晴らしいですね、で帰国されてデビューされるわけで、その時のお名前が神崎真希さん、はい、ね、まあすごいですよ。グテ ING は予備校の CM ソングでね、アニメ強ししっかりしなさいのエンディングテーマだったりですとか、まあ、その気にさせないで一緒にいたいなど、なんと5年間でベスト盤1枚計アルバム5枚シングル7枚タイアップは延べ26曲。はい、そうです。すごい経歴ですね。すごいですかね。すごいです、はい、いや私ね、それもいつもおっしゃっていただくんで、一応載っけてるんですけれども、タイアップ26曲ついてこの程度の知名度ってどうかなと思いますよ、私自分で。いやすごいですよ、なんで上手いの方笑ってらっしゃる。いやそうじゃないですか。タイアップ26曲って言ったら普通はもう100万枚レベルでガンと売れてると思います。でも神崎真希はそうじゃなかったので、ちょっと違うのかなみたいな。私家に5枚くらい CD あるんですけど。あら、まあ5枚あるっていうことは全部持ってるってことですか。シングルですね、はい、ありがとうございますでグッてアイニジーは特に好きでカラオケで。ありがとうございます。私も神崎真希の時の曲はすごい大好きです。だからね、そのタイアップ26曲いただいたんですけど、発揮できなくてごめんなさいみたいな、もう本当に私が震えなくってごめんなさいみたいな感じですかね。いやでね、なんてばもう本当すごいのが、まあ、いろんな方のサポートもねされてますよね。平井堅さん、宇多田ヒカルさん、 DRF など、そして多数の CM ロゴ歌唱とか。例えばどんな CM で、
ワコールとか、えちょっと歌ってみていただいたりな。あ、ワコールはね、あの歌じゃなくて声だけなんです、ええ、あ声だけなの。それはもう大昔ですけど、あとは大王製紙さんとか、大王製紙は言っちゃいけなかったかな。いや別にここは何でも大丈夫です。あとわーんと東京三菱銀行とか、すごい、もう今パッパッと出てこないですけど、今流れてるのはとか CM で今ね流れるやつあるんですけど、あのね、まだ未発物なんです。ああそうなんですね。立品なんです。まだ今まだ言っちゃいけない。そうなんですね。楽しみですね。それはじゃあホームページなんかで発表になる。そうですね。うん、でもまあ声を聞いていただいたら、うん、分かる方は分かるかなと思うんで。もう多分皆さんいっぱいね、知らないとき気づかないうちにいっぱい耳に伝えてると思いますけども。はい。そんな神崎真紀さん、ミキさんなんですけども、普段はあの 何名ぐらいのサポートを、よくぞ触れてくださった。今日2名。これね、あのミッキー T with P ですからね。P って P ですか？P O L と聞いてる。さあ P P O L です。あのパワーオブラブ。パワーオブラブですけど、大島君とバンマスのマミちゃんなんですけど、普段は7人バンドです。最大が私入れて8人編成ですね。8人編成。はい。でまあ、だから2人からマミちゃんと2人とかいう時もあるので、まあ、最小2人単位2人から最大単位8人までみたいな、で時にそれにホーンが乗っかるみたいな。すごいですね。豪華ですね。豪華ですかね。豪華ですよ。今時あんまりないですね。今なかなかないですね。今お一人でギターピアノとかいうスタイルが多い。そうですね。動きづらいですからね。人数が多いと単純にこうまあ動きづらいです。連絡も大変ですよね。まあ、LINE とかだから今時すんごい大変なんですけど、どうもやっぱり私時代に逆行してやることがやるのが好きみたいで、やっぱり多いと楽しいんですよ。部活のようなノリ。部活ではないんですけど、人数多いバンドでできることってやっぱりそれだけ幅が広がりますので、やってて楽しいですね。じゃあ普段のミッキーさんってどんな感じですか。はい、でもデモからなんだなぜデモから入るかね。デモで愛情哲也です。愛情ある優しい方。愛情ある優しい方。すごい言わせてる感。いやとんでもない。笑えるぞこれ。バンマスのひなりさん、この大所帯の、ね、さん、マミちゃんです。マミさん、ひえだマミさん、ひえだマミさん、はい、この大所帯をまとめられて、いやまとめていいっていうほどでもないんですけど、ほどでもないんです。あの一気がもともとやっぱ番長体質なので、番長体質なんですか。まあ、ぐわーって引っ張っていくんですけど、まあ、個々の人たちはみんな意外にやっぱ大人なので、全然大丈夫です。私は困ることはない。どういうふうに解釈したらよろしいんでしょうか。そういうとこう、そういうことです。そういうことです。だからこうしたいっていうと意外にみんなやっぱ的を得た回答をちゃんとリハの中とかでも、出してくるので、バンマスが困ることはないです。ある意味もうはっきりしたか分かりやすいんです。そうですね。あとやっぱそれに応えられるスキルをみんなが持ってる、すごいですね。はい、じゃあそのバンドが集まるライブが、あ、そうなんです。そうですよね。ミッキー T の創業40周年記念ファイナル&バースデーだよ全員集合というタイトルですね。ファイナル、私その創業40周年でございまして、その NHK のね、さっき言った一桁の時からやり始めて40周年でございまして、ということを歌い文句にこの1年間はライブをやって、だから来てねって言ってやってたんです。でそれの今度バースデーライブがファイナルになります。で、高円寺のジロ吉という老舗 の古いライブハウスさんに15年ぶりに出ることになりまして、非常に楽しみにしておりますので、皆様どうぞよろしければお運びくださいませ。チケットはどちらで購入できますかね。チケットは、オンラインでも電話予約もできます、で、ジロ吉さんの方に、これ電話番号とかも言うんですか。電話番号も言っても大丈夫ですよ。3339-2727です。ですね。電話予約はね。
で、あとその次郎吉でもし調べて検索していただければオンラインでの予約もすぐにできるようになっておりますのでよろしくお願いいたします。誕生日の前日ということですね。そうなんですよ。おめでとうございます。あと1ヶ月。ありがとうございます。あと1ヶ月か。そうですね。そうですよ。まあ、早いな。もう本当に日々が飛ぶように去っていくね。早いですな。うん、もうそうですか。大体内容は決まってらっしゃる。今ちょうど、はい、そうですね。今頭の中でこねくり回してるところですかね。この期間もまた面白いんですよね。何しよう。面白くないですね。苦しいですか。苦しいですね。もう苦しみです。苦しみ。もう大爆笑ですね。苦しいです。いいんですよ、この苦しみから生み出したもの で苦しみを次に味わってもらう人。で本番に爆発みたいな。3週間後に苦しんでもらう人。あ、3週間後にリハーサルがあるんですね。そうですね。いや、すごくね、興味持ったのが音楽講師をされてるってことで、はい、差し支えなければせっかくなのでぜひね、ミッキーさんに音楽習いたいって方にもね、はい、紹介できればと思って、まあ、場所とか差し支えないのでミューズ音楽院という、はい、音楽院と、ショービーミュージックカレッジという、ミュージックカレッジで教えてます。すごい、どちらも有名なところで。そうですかね。もうボーカルもライティングも何でもって感じですか。今はボーカル、一応そのボーカルの専攻の人に教えてます。はい、ぜひご興味のある方は、ね、検索してください。もしかしたら今日生徒さんもいらっしゃってるかもしれないですね。あ、元のがちょっといるかな、みたいな。まあ、ありがとうございますね。はい。で、あとはアルバムの方もちょっとこちらですよね。5曲入り、今日はこちら のあなたへから中心のライブだったかなって感じ。夜明けから始まる。はい、ね、こちらの方は今どちらでお買い求めできますか。私から直接。はい、直接。アマゾンなどでも。ああ、アマゾンで買います、買います。会場の方は今日直接。会場の方はね、残念ながらね、ほぼ皆さん持ってらっしゃるんですよ。この雰囲気、はい、持ってらっしゃるっていう。まあ、いいんですけどね、別に2枚目3枚目とどんどんこう集めていただいて5枚集めていただくととかないんですけど。ねえ、でもあれですよね、あなたへというタイトルなのでお買い求めいただいて、誰かのプレゼントにされるのもいいかと思います。あなたへって感じでね。またお上手ですね。私思います、このタイトル。次のライブからそれ使わせていただきます。タイトル見て思いましたもん。震災の気持ちとかも入ってるわけじゃないですか。じゃあ次は宣伝の時にこれリボンかけてこうやって出します。そうそう、あなたへってプレゼントいかがですかって言います。ほら、菓子折りとかは食べたらおしまいですけど、こういうアルバムは残りますから。ですよね、お上手ですね。本当に私は音楽って思います。頑張ります。じゃあちょっと残り時間わずかなので、最後に、はい、番組をご覧の皆様にメッセージをお願いいたします。ミッキーティーです。今日はどうもありがとうございました。またどこかで皆様とお会いできる日を楽しみにいたしております。またアルバムもいっぱい聴いてください。ライブも聴きに来てください。はい、でライブが5月27日ですね。こちら豪華なメンバーでお届けしますので、ぜひ足をお運びください。本当に今日はどうもありがとうございました。ミッキーティーボーティーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。また来月お会いしましょう。さよなら。